はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、またラーメン屋さんなんですけれども、もうね、二郎系が好きというかラーメンが好きだったらね、もう全員知ってると思います。今回はラーメン藤丸さんで、しかもこの起きるということで東浦和店さんね、到着しております。藤丸さんってもう3店舗、本店に梶原店に西新井店しかなかったんですけれども、去年かなオープンいたしまして、で僕もね1回食べてるんですよ。まあうまいで、今日はね、まあ、通常のラーメンをご紹介するとともに味噌ラーメンがね販売されているということで、そちらのね味噌ラーメンと合わせてね食べていこうかと思っております。それではゆっくりとねラーメン食べていこうと思います。ということでね、ただいま店内の方に入ってまいりました。いやね、もう3時までの営業なんだけど、ずっとねお客さん入ってるんですよ。それぐらいねめちゃめちゃ人気店で、まあ、もうね店外からもそうなんですけど、スープのいい香りがね漂ってるんですよ。で豚のいい香り、ちょっとね今日の撮影に備えてね、僕も朝ごはん食べておりませんので、空腹でございます。今ねメニューの方は作っておりますので、ちょっとねメニューが到着するまで少々待ちたいと思います。今日の撮影、実は2022年になってから店舗で撮るのがもう初撮影なんですよ。ちょっと久々にラーメン食うからめちゃめちゃ楽しみ。ありがとうございます。うまそう。うわー来た。ということで、ただいま2杯到着いたしました。こっちが醤油で、こっちが味噌でございます。ちょっとすいませんが、早速いただきます。いや、めちゃめちゃいい香りしてる。スープかな。うわ、うまそう。うまいっすね。しみじみうまいなっていう感じですね。以前いただいた時よりも厚みが増してるんですけど、まろみも増してますよね。だいぶ野菜がねやっぱり効いてますよね。結構藤丸さん知ってる方は、藤丸さんイコール結構パンチ力強いみたいなイメージありますけど、ちゃんと藤丸さんなんだけど別物になってるんですよね。藤丸さん好きな人ほどやっぱり本店だろうとかじゃなくて、一回東浦は来てもらいたいですね。でこれ藤丸さんといえばのね、これね二野菜ですよ。うまっ。これまあね、厨房の作り方見てると分かるんですけど、しっかりとね野菜もそこから引き上げたりするんで、二野菜をね作る工程でそこに古い野菜が残らないようにしてるんで、本当にうまいんですよ。うん、これ見てよ、この豚やばくない？この厚みでもプルプル感がね、もう多分画面越しでも伝わってると思います。ちょっとこれいただきますよ。なんていうんですかね、温度帯がぴったりですよね。肉感も抜けてないですし、その筋の部分もあのブリブリ感が残る温度帯じゃなくて、しっかりプッとむっちり歯切れのいい感じになってるんで、ちょうどいいですね。ちょっとこれ麺いきましょうか。うわー、これいいね。これね、藤丸さんの麺らしくこの縮れた感じでね、でまたね若干の細麺なんですよ。これがねしっかりとスープに絡まって最高にうまいです。うん、うまい。炭水臭さ、これがこの豚の感じとぴったり合いますよね。やっぱこの丁寧すぎない感じがまたいいですね。最近いろいろあるじゃないですか、二郎系も。ありますね。でもやっぱりその言い方良くないですけど、あくまでこう B 級グルメであってほしいっていうのがあって、やっぱりどんだけ綺麗に作っても僕はジャンク感が欲しいんですよね。良くも悪くもラーメン屋さんじゃないですよね。ラーメンにもマスターにも会いに行きたくなるし、これじゃなきゃがあるんですよね。あの人とあの場所。本当あの本店は唯一無二ですね。そうですね、うん、もう誰も真似できないあの空気感とか、皆さんよく言ってるけどディズニーランドみたいなもん。ディズニーランドアトラクション。ちょっと完食してからだと伸びちゃうんで、伸びる前に、ね、この味噌の方もいただきましょう。あーでもスープの色味自体はそこまでね変わらないかも。いただきます。うわやっぱ二郎系の味噌と思ってたからかなりがっついてんのかなと思ったんだけど、まろやかさとか優しさがねちゃんとある。めっちゃうまいかもしれない。白味噌ラーメン。うん、白味噌と藤丸の返し半分ずつという。なるほど、それで藤丸感を残しつつ。そう、消したくないんで、大好きだから藤丸。美味しいこれ。
このすすった時の麺の感覚もちょっと変わりますね。優しい、うん、あ、ちょっとこれ癖になるかもしれない。なんかやっぱ醤油の方は不意にこう急に食べたくなる系っていうんですかね。でも味噌は毎日でも食っていいかもって感じの優しい、本当にその味だけじゃなくてちゃんとベクトルが変わってるってのがすごいですね。ちなみに今日で2杯とも大なんで、茹で前で一応 500g ずつ麺が入っております。ちょっとこれ味噌の方にニンニク混ぜさせていただいて、うん、まいよこれ、やば。でこれちょっとね、皆さんに食べるときはおすすめしたいんですけど、まあ見ての通りね、結構細麺なのでスープを吸いやすい分、結構頻繁にね天地返しとかはした方がいいかもしれないですね。結構一気にスープ吸っちゃうんで。醤油も戻りたいな。じゃあ先にこれはちょっと醤油しとめちゃいますわ。足立区の人間とか北区の人間はやっぱり藤丸の味ってソウルフードな感覚があるんですよ。じゃあ僕にとっても本当に地元の味なんで、いや、 やっぱりね、あの足立区の人間っていうのは遺伝子に刻まれてますからね、藤丸の味は。甘いバボ食ってたんだ。そうです、そうです。甘いバボ食ってたの。食えなくてお母さんにお土産持ってきます。そう、僕本当それが今なんで本当なのって感じなんだけど。そうですね。訪れた時は甘いバボ食ってたの。当時その辛い、ラーメン出してるお店さんにいらっしゃって、でもレギュラーメニューすらもうちょっと辛くて食えなかったんです、僕で。甘いメニューを提供してもらって、それをやっと食べてたのが今気づいたら、ね、あのもう唐辛子の梅みたいなの食えるなっちゃって、って思ったもん。全く食えなかった人がですね。すごいよね、耐えられるんだよね、辛いの。全く辛いのダメだったで、やっとですよ、5年越しにやっと鈴木さんのこの並盛りというか通常提供しているサイズを食べれるようになりましたよ。5年を経てすり鉢からやっと卒業できました。自分が何をしたいか考えた時に、こうやって好きなお店さんとか美味しいラーメンとかを行ってもらいたいしか僕の意欲はないので、そしたらなんかでっかいので辛そうに食べてるんじゃなくて、並盛りとか提供しているものを紹介して行ってもらおうっていうところでだいぶ変わりましたね、この5年で。でも普通の人一杯しか食べないからラーメンしか紹介できないからね。そこがいいとこですよね、またね。全部紹介できちゃうじゃないですか、向かいで。だから普通と言いながら普通ではないんですけど。だから今日もなんとかこんなにお話しながら、ちょっとうますぎてね、もう普通のラーメン終わっちゃいましたね。ということで、こちらですね、醤油1杯目、完食でございます。結局茹で前1キロこれ食べたら、総重量3キロ以上になってますからね。なんだかんだ結局大食いですね。やっぱりこんだけ食べてもその重いなとかちょっとこう飽きたなっていうのが全くないんですよね、こんだけパンチがあっても。東浦店さんの味噌はまあ本当に滑らかなんですけど、もともとの醤油の返しが入ってるんで、そうですね、この喉に引っかかる感じっていうんですか、それは残ってるんですよね。藤丸いるんですよ、うん、いるんですよ。いるんだけど、あえてぶっ壊したくないから半分残して、スープっていうものからはちゃんと逸脱してなくて、やっぱり煮込みっぽくなっちゃいすぎるとどうしてもね、この混ぜそば汁なしっぽくなっちゃうじゃないですか。で、ね、この白味噌を使っていることによってあくまでちゃんとラーメンになって、ここがすごいなと思いますね。今美味しすぎて豚かさばとか生卵忘れてましたね。そうですね、生卵つけたら絶対うまいですね。うまいですね。もうね、藤丸さん知ってる人はドデーワンさんのこの豚かさぶらっていうね、この味付け油でかなりねダイス状になるぐらい結構ね大きめの油ですね。でこれがまた甘じょっぱくてめちゃめちゃうまいんですよ。でこれかけてもいいし、この麺をねつけてもうまいですよね。いやちょっとじゃあこれ豚かさいただきます。これなんすよね。これはね、もう本当に唯一無二ですよ
ね。まあもちろん僕もそのいわゆる二郎とか二郎系とかの歴史って全部知ってるわけじゃないですけど、やっぱりこの味付け油の走りってやっぱ藤丸さんですよね。なんだろうな、この油がやっぱり藤丸さんって感じするんですよね。もうめちゃもう8割ぐらいありますもん。誰も絶対頼みますね。ついてるものですよね。そうですそうです、もうついてるものです。今回鈴木さんのところからっていうんですかね、平塚の子が出るじゃないですか。場所は公開してないんだけど、まあ駅から近いっていう感じから、まあ駅がそんな遠くないし、周りコインパーキングたくさんあるんで、ちょっと神奈川の方はね、ぜひね平塚でね、新しい藤村さんも味わってほしいです。ちょっとこれはもう食べる前からうまいですね。無心でひたすら食べたいっていうラーメンなんで、こうなんか細かいことはいいんですよね。今の本当黙ってたらラーメンに食べられちゃいますからね。本当にラーメンにやられちゃいますからね。そうなんですよ。やるかやられるかじゃないですか。いや本当そうなんですよ。本当にやられちゃいますからね。藤丸にやられちゃうから。いやちょっとこれ最後全部かけて、うわ贅沢だなこれ。すごいな。うわこんな贅沢なことありますよこれ。やばくない？そうですね。いやでもなんだかんだこうお話しながら、もうあっという間に最後ですね。うわまた最後がでかい。これでも普通ですよ、このぐらいですよ。今回はラスカル切りしてないっす。だからあの、はい、サービスしすぎなんですよ。今のこのご時世の原価でこんなに厚切りないですよ。ほんまこれが1000円以内で食えるんですもんね。でも本当にこの値段でこういうのを食べれることに僕らは感謝しなきゃいけないですね。本当にこんなに満足感がある食べ物ないですからね。すいません最後いただきます。あどうかわいいな。やっぱこの片茹でが合うんですよね。なあうまい。久々でした。うまかったです。いい感じでお腹いっぱいです。いやすいません、ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、ということで、ただいまね、ラーメン藤丸東浦和店さんで醤油と、まあ、味噌ですね、まあ、通常のラーメンと新メニューである味噌ラーメン、じゃあね2杯、合計で茹で前で 1000g かな。ただね 1000g どころじゃない量あった気がする。あの野菜もいっぱいあってるしね。もうねやっぱ本当に美味しい。もう何回食べても美味しいです。藤丸さんにしかない味があるんですよ。もう他の二郎系では真似できないような藤丸ブランドの味があって、かつその藤丸さんらしさを損なわずに東浦和店さんらしいものにブラッシュアップしてるので、またね本店とは違った美味しさがございますんで、ぜひねまだ来てないよって方はこちらの東浦和店さんでこの、ね、ラーメン食べてみてください。平塚の方に新店ができますので、ぜひねそちら、SNS とかでね、いろいろと情報公開してありますんで、そちらもチェックしてみてください。いやー改めてねこの値段でこのグレードのラーメンが食べれることを感謝したいと思います。ごちそうさまでした。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあねー。